はい、皆さんこんにちは、パナソニック ITS 社長の田辺です。今日はですね、これニュータイプの時代っていう本をちょっと読んだんで、このお話ししたいなと思うんですけど、これはね本当にいい本で、昔アートクラフトサイエンスっていうので、なぜリートは美意識を鍛えるのかっていう本の話だと思うんですけど、まあ、あれも相当良かったんだよね。あれ同じ作者の方が書いていて、まあ、新しい本ですよね、これね。で、新時代を生き抜く24の思考、行動様式。ね。新しい新行動様式って最近言われてるけども、その本なんですよね。で、まあ、もちろん全部読むの時間かかるので、今回いろいろ、あ、やってるなっていうところを抜粋してきましたと。で、この山口先生がね、言うのは、オールドタイプとニュータイプっていうのが、ありますという話。ね、オールドタイプってどんな人かっていうと、このまま読むとね、20世紀の後半から21世紀にかけて活躍した人たちで、従順で、論理的で、勤勉で、責任感が強い、いわゆる優秀な人っていうのがオールドタイプです。でもこの人たちって今急速に価値を失ってますよって話。僕従順じゃないじゃないですか。で、何何ってここで引き付けられるわけですよね。で、ニュータイプ見ると、ニュータイプ、自由で、直感的で、わがままで、好奇心の強い人材ということで、こういう人たちが大きな価値を生み出して評価されて、まあ本質的に豊かな人生を送っていきますよ、ということなんですね。まあで、この本を手に取った人は、そういう考え方の人が多いよねってことも書いてあって、うんうんと思って聞いてたんだけど、まあ、要はね、物が今までなかったっていう時代は、物をやっぱり供給するっていうことが大事だったし、自分の人生に生きる意味でも物を手に入れたいっていうのがあったわけじゃん。でも物がもう過剰にあるわけじゃない。テレビとか洗濯機とか冷蔵庫、ないなんてないですよね。で、物がそんだけ豊富になってくると、生きてる意味がわかんないってなる人が多いんですよ。意味が薄れてきた時代なので、物がものすごく溢れてるんだけど、意味が枯渇している時代。そういう時っていうのは、物を提供する人の価値よりも、意味を提供する人の価値の方が増えるっていうことが言われてますね。で、最近ツイッター始めてるんですけどね。これが、大人気です。自分で言うのもあれなんですけど、1ヶ月経たずにもう1700フォロワーぐらいまで来てましてですね。これ多分意味を提供してるからと思うんですよね。まあ、いろいろいいこと喋ってます。でも、借り物じゃなくてね、経験したこと言ってるんで、多分それに共感してくれる人が多いのかなと思うんだけど、まあ、これを見てもさ、意味に価値があるっていうのはすごくわかるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、ブーカって話しましたよね。ボラティティ、アンサーテンティ、コンプレクシティ、例えばアンビギュシティか。で、アンビギュティ。曖昧だと。要は不安定で、で、不確かで、で、ブーカがコンプレ、複雑で、で、曖昧っていう時代を僕ら今生きてますと。そうした時に、三つ、今まで当たり前だったものが当たり前じゃなくなるって言われてて、おもろいんだけど、一、経験が無価値化しますと。昔は経験ある人がやっぱ大事だったけど、経験が無価値化していくんだと。なんでか。環境がどん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 変化していく時に、経験って価値あるの？で、どんどん経験をリセットしていって、新しいことを学習し続ける人の方が、新しい環境から柔軟に学び続ける人の方が価値が出てくるので、もう経験っていうのは結構無価値化してきますよねっていうことが言われてます。でもう一個は予測の無価値化。まあ、仕事するときってさ、中期契約取ったり、当然、ね、長期の結構 MTP だ、LTP だってやるんだけど、社会がよりこう不安定になっていって、不確かになっていっているときに、その予測って当然価値下がってきますね。だって当たんなくなってくるんだから。予測の価値がどんどん下がってくる。じゃあそういうときって何が大事かっていうと、予測じゃなくて構想することが大事です。作っていくんだよ、自分で未来って。誰かがこういうふうに行くだろうってときに合わせに行くんじゃなくて、自分で作るんですよ。仮説立てて。こうやって。こうやってこうって。で、そういうときっていうのは、直感でもちろん行くんだけど、まあ、直感の話しましたけどね。直感っていうのは、直接の、勘どころの勘じゃなくて感じるの勘ね。勘がいいの勘じゃないよ。あれは、鍛えれるんですよって話で、今この瞬間ね、見てる人も含めて直感ってやってたら大失敗するかもしれないんで、やめた方がいいと思うんですね。で、あとなんだ、ロジカルな課題。
まあ、経営数字だったりとか、もう明らかになんか数学的に解けるような問題を直感でいくのは、俺も小学校とか中学校、そういうクラスメート言いましたけど、まあ、失敗してますよね。それじゃないんですよ、直感って。直感っていうのはやっぱりそのリベラルアーツって上で言われてますけど、まあ、教養っていうかね、その美的センスというかアートとか、そのなんか自分の中で、大切にしているものを育っていって、まあ、教養がないとダメなんだけど、まあ、いろんなその、数学ではない世界で学んでるものを合わせて、そうして直感って言ってるんだって、当てずっぽうにやるわけじゃないんだという話はちょっと誤解しないでほしいんだけど、まあ、その直感をもとに将来を構想する人。で、例えば、僕ら今やってるのってさ、室蘭の話もよく出てくるけども、あれって直感って構想してることですよね。将来こういう方向に向かっていくよね。高齢者の人たちって、絶対移動に対して不便になるよね。で、僕らも高齢者になるよね。その時に今やっておかないと自分らは困るよねって言って、意味を持たせてるんだよね。意味を。で、どういう、要は、サステナブルな地方都市作っていくのか。で、そこで働いてる若い子たちがわざわざ東京来なくてもいいじゃん。だって絶対田舎で暮らした方がいいに決まってんじゃんみたいな、そういう仮説から始めるね。で、こんな COVID-19 になっちゃうと移動もできなくなるわけで、月何十万も払って、家賃払って都内に住むよりも、もうね、地方の自然豊かなところの方がいいでしょっていう、まあそんな話で言うと予測を無価値化して構想していくという話も大事なんですね。で、あとは最適化の無価値化って、ね。最適化できないんですよ。どんどん変わっていくから。どっかの環境のところに最適化した瞬間にもう次の瞬間それも遅れてますから、最適化の意味変わってるんでね。だからどうしなきゃいけないかっていうと、柔軟にずっと合わせていくっていう対応力の方が大事だと思うんですよ。で、そうなると、まあ、自分がその、何かに合わせるんじゃなくて、自分が先に動いていくっていう構想力がやっぱり必要になってくるし、勝てるところにポジショニングをやっぱして、で、自分がやりたいことにフォーカスしよう。ちょっとね、後でね、天の声さん特集があるんだけど、まあ、ちょっといろんなこと聞こうと思うんだけど、多分僕ね、最適化してないんですよ。多分、フォーカスしてやりたいことだけやってるんですよね、多分ね。これね、結構大事で。あとは予測してなくて構想して、こうなるよってよく言うことが多かった。だとは思うんだけど、まあまあそんなことをやってきましたねということで、この3つすごく大事ですよという話ね。経験の無価値化、予測の無価値化で最適化の無価値化と、多分またこう3つこう天のこと喋ると思いますけど、まあそういうのありますねということですね。あと企業の寿命っていうのがめちゃくちゃ短くなってますと。僕ら100年企業に今勤めてますけど、企業の寿命って、今アメリカを代表するさ、S&P とかって言うからでしょ ?S&P500 とか。あの構成企業の寿命って、ケンちゃんどれぐらいか知ってますか？今これぐらい。これぐらい。S&P うん。あなた証券系ですもんね。知ってないと恥ずいですよね。10年前。ああ、さすがですね。彼らも証券ので、僕ヘッドハントしたんで。はい、まあ10年はさすがに短すぎ。まあもしかしたら10年かもしれない。まあ20年って言われてますね。で、できた頃1960年代っていうのは60年って言われてたの。だから、60年だとさ、僕らが働いてる間にさ、企業死ぬことないじゃん。20年だったらさ、ケンちゃん20歳ぐらいで就職してさ、60まで働いてさ、40年あるわけじゃん。もう企業なくなっちゃうわけだよね。全然これ考え方が違う。しかもこれ S&P500 だから、大手企業ですよね。で、何が言いたいかって、一箇所にいちゃダメだよって話。だって自分がいる間に会社に2回ぐらい死ぬんだもん。だから、一箇所に行って、一箇所に自分を適応させてしまうと、ダメだよっていうこと。で、まあ、これ、この本に書いてあるけど、僕も全く同じこと思うよね。だから、一生懸命って言うじゃない。一生懸命じゃん。一ところ懸命の、一生懸命の。あれは、ちょっとね、危険な思想かもね。うん。こういう、どんどん、まあ、変化をしていくような状態の時に、その道一筋でって言ったら、その道なくなるから、終わっちゃうよっていう話。なんで、これからの時代っていうのは、まあ、一箇所っていうよりいくつか、何が本業かよくわかんないんだけど、まあ、いろんなことやっていて、で、まあ、時々自分のキャリアのポートフォリオを組み替えてる人が成功するよねって言われてます。まあ、僕も自分振り返ってみたらそうだよね。入社した時はエンジニアでもガリガリ、まあ、コーディングしてましたからね。そういう本ばっか買ってたしね。で、それができるようになってくると、ポートフォリオ見直してさ。やっぱり英語だよね。ちょっと英語力鍛えなきゃな。日本の仕事よりは海外だ。で、海外行っちゃうんだよね、本当にね。で、海外やりながら、やっぱ経営だよな。ちょっと少しマネジメントやらなきゃな。で、マネジメント移行していくわけじゃん。で、どんどん自分のポートフォリオ変わっていくの。でもそんな感じで柔軟でしたたかな、キャリアっていうのを作っていかなきゃいけないんですよ。ということです。まあ、ケンちゃんも2個目だし、まあ、天の子さんもそうですね。言ってみたら1個じゃないし、
マッキーは？マッキーもでしょ。だから実はないないですよ、今一生懸命の人って。いないんだよね。不思議だね、これ。おもろいよね。でね、まあ、メガトレンドっていうのがあって、メガトレンドっていうのがあってね、この後起こるトレンド6つっていうのがあってさ、これなかなか面白いんだけど、1個目、問題の希少化と、正解のコモディティ化。問題を発見することの方が難しい。解決する人はいっぱいいるっていうことになっていくよっていうのがあるんですよ。2つ目がね、これ、ちょっと僕の口があんまり言いづらいんですけど、上品な、まあ、クソ仕事の場合って書いてます、そのまま。クソ仕事が蔓延してる。要は、誰もやりたくないし、価値もない仕事だらけになってる。ということを、まあ、彼らが言ってますよね。僕じゃないですって言ってる。あと、社会の風化化。これもいろんなところで言ってますね。社会が風化してる。だスケールメリットがなくなってる。スケールメリットは消失。が寿命、企業寿命の、短命化っていう話を、まあ、6つのトレンドっていうふうに言ってて、そうなってくると僕が今やってる MBA なんですけど、これ今志願者減少してます。4年連続アメリカで。なんでか。正解に価値がないからです。MBA っていうのはあらゆるサイエンスを提供して正解を導くんですね。企業に対して。でもこれはみんなが導かれてくるわけですよ。MBA 持ってたら。で今 MBA 結構いますから。この会社にはいないかもしれないけど。だからこの会社でも希少価値があるのかもね。だけど、海外にいっぱいいますよね。そうなってくると正解に価値はなくなってくるよねっていうことでどんどん減っていくし、人工知能ってできてますから、ワトソン昔ね、めちゃくちゃ高かったけど、今ワトソンも IBM で借りれちゃうし、MBA でやってるようなルール的なことは、人工知能でできちゃうわけですね。ほんと、ますますそこって、あんまり価値がなくなってくるなっていう話。それよりも、自分のあるべき、こう、理想像をこう思い描いていて、こうしていかなきゃいけないよね、つって。で、なんか、今の現実とは違う。でも、ここが課題があるじゃん。こうしてこうよ。っていう問題提起をする人が価値が出るっていうかね。うん、でまあ意味を履き違えてほしくないのは、とはいえさっきも言ったように方程式解こうとして直感で言ったら外れるよねっていう話で言うと、 MBA みたいなサイエンスとクラフトの学問っていうのはベースにあった上での直感ですからね。直感しかないやつついてきたくないでしょだから多分ベースがあった上での直感だっていうのはあるんだけど、まあそういうことですよと。でまあ社会とか人間のあるべき姿っていうのを構想する力っていうのが必要なんだ。MBA とかじゃ、やっぱりそれでもやった方がいい。あ、やった方がいいと思いますよ。だってさ、結局、四半期に一回数字が出てきて、で、それに対してキャッシュフローがどうで、ROE がどうで、ロイクがどうで、で、現存価値がどうで、で、ネットプレゼントバリューがどうでって、やられるわけですよね。で、それは、その場で直接答えられない限りダメなんです。そこの世界に共通語として。でも、その上で、そこに頼りきらないっていうのが大事だよね。でもさっきケンちゃん言ったように、数字の世界とかはないと話できないから、MBA はやっぱりもう学問の価値としては高いんだよ。ただ、金銭でのその MBA ホルダーに対しての報酬という価値は下がってくるねって話。ちょっとこう誤解しないでね。大事なんだよ。うん。で、先週イノベーションの話をしております。でイノベーションもこれ考え方があって、イノベーションって起こそうとして起こしてる人はいないんだよね。僕別にイノベーション起こそうなんて言ってない。要は、社会問題が何なのかっていうのを見つけて、それを解決したいっていう気持ちが先に走って、その中で、最新の技術を使ったものがイノベーションって言われることがありますよって話で、例えばソニーのウォークマン、よく言いますけど、あれってもともと売れないって言われてたの。で、あれは本当にトップの方々が出張の時に音楽に耐えてて、ちょっと作ってくれて、これ結構いいよねから始まってるんですよね。だから、それは直感が素晴らしいわけですよ、その経営者の人たちは。で、売れたと。言ってみたら、世界中で売れたと。で、テクノロジー主導のイノベーションいいわけじゃないよっていうのがここに言われて。もうその代表例がセグウェイ。セグウェイ儲かってないんですよね。あれすごい乗り物なんですよね。で、もう未来を感じさせるじゃないですか。こっち傾いたらとか。もうで、いろんな観光地にはあるんだけど、全然儲かってない。だから、何らかの社会課題の解決につながってないと、ヒットしないんですよ。でもあれ、イノベーションの塊ですよね。でも何の社会課題があれで解決できるのかっていうのがはっきりしてないっていうのが、一個ポイントとして言われてる。だからまあテクノロジーにこだわる必要ないよねっていう。まあだからあるべき姿っていうのをまあ思い浮かべるという構想力、未来がどうなるべきなのかっていうのを考える力の方が必要ですと。でまあニュータイプの人たちっていうのね、AI なんか見てもどうやってこれ使ったろうかなって思うよ。どうやったら解決できるんだろうって。でオールタイプの人っていうのは AI が
始まるとなくなる仕事とかまとめてたんですよ。で、それ全然違うよねみたいな話なんだけど、そういう、もう本当に根本的に考え方が違うっていうかね。うん。ニュータイプの時代、物質的な欠乏という課題がほぼ解消された世界で、人は生きる意味を見出せないでいるが、ニュータイプは希少な意味を世界に与え、大きな価値を生み出していく。社会の文化化という時代は、経験や予測や最適化という概念は無価値になっていく。今や企業の平均寿命よりも人が現役として働く期間の方が長い。つまり多くの人は人生の途上において複数回のキャリアチェンジを余儀なくされる。人材をニュータイプへアップデートするメガトレンド。1. 問題の希少化と正解のコモディティ化。 2. クソ仕事、意味のない仕事の蔓延。 3. 社会の文化化。 4. スケールメリットの消失。 5. 事業の短命化。 6. 飽和するものと枯渇する意味。テクノロジー主導のイノベーションは良いわけではなく、何らかの社会課題の解決につながっていないとヒットしない。 PITS がどうしてモチベーション経営をしているのかっていうのはあって、一物金っていうのが経営の基本だと言われますよね。でね、物と金っていうのは一旦決まったらもう変わらないですよ。人だけは変わるんですよね。可変なんですよね。モチベーションをどう引き上げるかによって全然違う成果を出すんですね。なんか経営者が一番注意しなきゃいけないのは、人、物、金で言ったら人が可変だから、人からどうやってその最大のアウトプットを引き出すかっていうこと。で、それはもうモチベーションでしかないよねということですね。だから当然オールドタイプとニュータイプだと全然違うんですよ。オールドタイプって数値出して生産性がって言われるじゃん。ニュータイプはどっちかというと、その、未来を語って、こんな風にしたいって言って、で、モチベーション引き出すよ。この両方タイプがやると、組織から引き出せるパワーって、絶対ね、このニュータイプは強いはずなんですよね。だから、ネットで書かれることがあるっていう話を、多分カットされてるところでしてるんですけど、ネットで書かれるのは、まあ、ITS って、その、仕事の生産性上げるよりも、モチベーション高めてる人の方が評価されるって書かれるんだけど、これ間違ってないんですよね、そういう意味では。わかります？で、生産性高めた末にやってくるのは、モチベーションの喪失ですよね、逆に。だって遊びがなくなっちゃうんだもん。モチベーション高めなかったらね。すごい、あれもダメ、これもダメ、無駄をカットってやっていくと、その瞬間の瞬間的な生産性は上がるけど、これ中長期的には、まだまだ何も生まれなくなってきますよ。すり減っていくだけ。なので、僕はこの会社の経営するときに遊びをふんだんに入れてますね。遊び結構入ってます。なんで遊びを入れてるかっていうと、遊びはセレンディピティを起こす。まあ、去年の夏の、ね、ボストンの、留学させた時にセレンディピティって言葉を覚えて帰ってきたんだけど。セレンディピティは本当にそのためにやってないんだけど、偶然的な出来事によってまた新しい、いいことがハッピーが起こることっていうのがそのセレンディピティなんだけど、セレンディピティを起こすために遊びが必要ですと。でもね、適当に遊んでたら起きるもんじゃないですね。で、そうね、これも秘訣をちょっと言っとかなきゃいけないんだけど、僕がやってる遊びっていうのは、計画的にセレンディピティを起こす遊びをしています。わかるかな？オールドタイプの人っていうのは、すべてを計画します。で、僕は偶然が起こるように計画をします。これね、なんだっけな、プランドハプンスタンスセオリー。計画された偶然の理論ですよ。これスタンフォードかどっかの大学の先生が、ね、書いてるんですよ。読んだことがあって、でも誰かも忘れちゃった。マイケル・ポーターってね、そういう競争の戦略って書いてるすっごい有名な学者さんがいて、その学者さんは、今のモチベーション系ってよりどっちかっていうと、どうやって競争していくかっていう話をすごい書いてる先生なんだけど、その先生はそのコストリーダーシップか差別化しかない。で、この人もともと、この人って怒られるかもしれないけど、経営学というよりは経済学の先生だったもともと。なので、経済学だと、どうやって経済を良くしていくかっていうときに、独占者がいたら困るんだよ。だから、もちろんみんなで協業していかないといけないっていうことなんだけど、その人が経営学になったから、逆のことやると経営は成功するじゃん。だって独占者は莫大な利益出るんだよ。だからそういう方向に行くんだけど、今時代が変わったんだよね。何が変わったかっていうと、このツイッターですよね。なんか SNS ですね、簡単に。個人が簡単に情報を発することができるんでしょ。マーケティングとか流通の世界がガラッと変わってて。で、今これ見てくれてて、こういう活動してない経営者は多分ね、もうオールドタイプですね。ニュータイプ絶対これやるんですよ。だって、つながるんだから、こうやって。もう4万再生以上されたじゃないこの動画も。で、ツイッターももう、1600人の人が見てくれる。毎日も100とか150とか、わあ、いいね、来るんですね。
そういうのをやってると発信力がめちゃめちゃついていくので、もう何か商品を載せようとした時に、もう流通のテーブル持ってるわけですね、こっちに。だから届くの、直接。そうすると、競争の戦略で言われてるような、フォーカスしてすごいニッチな世界に生きるのか、それとも、最大公約数的な商品提供してグローバルでやるのかっていうのが、どっちかだって言われたものが、両方的にグローバルニッチって言われる。グローバルニッチ最高ですよね。例えばもう、僕はめちゃめちゃこだわりにこだわり抜いて何か売ったりするじゃないですか。欲しいって言ってくれる人って同じタイプの人だよ。あの人最高みたいな。で、その人には僕ものすごく価値あるわけ。100万でも買うわって言ってくれるわけ。だけど、みんなに合うように最大公約数的に作った商品っていうのは、そこに芸術性もアートもないし、こだわりもないから、まあ、役に立つよねって。役に立つけど安いよねっていう風になっちゃう。ね。で、そうなると、薄利多売の世界に。だからグローバルの仕事で、しかも、マーケットをすごく広げた商品っていうのは、やっぱりレッドオーシャンになりますよね。で、総取り。一社だけが総取りするっていう世界。まあ、検索サービスなんて、ほんとそうで、Google とか Yahoo とか。もう Google のもう一人勝ちですよね。他全部淘汰されるわけですよ。だって差がないから。でも車違いますよね。ここにも書いてあるけどさ、この役に立つっていうこの軸と意味があるっていう軸があるとして、例えばね、役に立つ意味がある軸。まあ、この辺に、ここが一番役に立つ意味がある。で、ここ役に立たない意味がない。で、あとでしたら、まあ、ここは、なんだろう、役に立たないけど意味があるのか。じゃあ、こっちか。こっちが役に立たない意味があるんで、こっちは意味があるけど役に立たないんですが、どれが一番価値がありますかって話。まあ、で言うとね、役に立つけど意味がないっていうのは、安い車。かな？役に立つよね。でもその子に対する価値とか意味とかあんま感じてない。こだわりもないから。最大公約数。でも便利だなって。役に立つなって。これ安100、200万ぐらいの車かもしれない。例えば、欧州の有名な、ダイムラさんとか、BMW さんとか、ね、そういうアウディさんとか。なってくると、これ役にも立つけど、意味もあるよね。ステータスっていうのを感じて乗ってる人が多いんじゃないかなと思う。これ高いですよね。600万とか700万とか800万とかしますよね。で、今度、役に立たないけど意味がある。この時と怒られるけど、フェラーリとか、ランボルギーニとか、あれ、役に立ってんのかなって言うと、なんか、悪路走れなかったり、冬道無理だしとか、役に立たないんだけど、意味めちゃくちゃありますよね。これ、とんでもない金額しません？だから、もう価値って意味にシフトしてってます。ということで、意味がある商品、価値のある商品を作る。で、それが、グローバルなんですよ、今。で、個人でも売れるんですよね。だから、グローバルニッチっていうビジネスモデルが成立するわけだよね。で、ここは、寡占化されづらいから。だからずっと高い価値で売り続けられるんで、まあ、こういうね、これが起業しようとしてる人は、グローバルニッチはもうありかなって思いますよね。で、何が言いたいかっていうと、役に立つっていうのは、機能的な便益ですと。で意味があるっていうのは、情緒的な便益で、お金どっちに払いますかって言ったら、意味なんだよね。やっぱり冒頭に言った、だからあれだよ。物が、溢れてるけど、意味は枯渇してますっていう。だからやっぱ意味を提供する会社じゃない。これは大企業でもできるんでね。意味を提供するっていうのはできます。役に立つよりも意味があることの方に経済的価値がありますよと。自分たちは役に立つ方向に行くのか、意味がある人になりたいんだったら、そっちの方がこの後はいいかもねっていう話だよね。これでもこれね、今日はね、伝えたかったんだよ、これね。本当に、ここ、その通りっていうのが多かったんでね。素晴らしいですよ。本当に。もう最近の中では一番のヒット。なんか山口さんが何か送ってくれるかな。山口さんが何か送ってください。結構年近くって。三つ上でね。しかもね、横浜在住の。横浜じゃない。神奈川だっけ？神奈川で、葉山って書いてあったかな。葉山の人なんですよね。そう。いや、本当に会いたい。あ、ね、会いたいと思ったらきっと会うんでね。ツイッターでもさ、僕ちょっと最近よく言ってるのが、一生懸命1万時間の法則って、何でも1万時間、天才って呼ばれる人たちやってます。まあそりゃそうだね。1万時間やらないでっていうのはいないだろう。大阪直美さんでも絶対1万時間前天使やってると思うんだけど、あれも誤解をするんだよと。1万時間練習したからああなれるわけじゃなくて、ああなってる人たちは必ず1万時間練習してますっていう法則ですという話で、努力が必ずしも報われるわけじゃないけど、努力をしないと報われないっていうお話なのね。で、僕この努力の話はすごく納得をしていて、努力っていうのは正しい方向に、正しい環境で十分にやってないと報われません。だから、間違った環境で間違った方向にひたすら打ちっぱなしで先制つけずに打てたら、とんでもないフォームになって、全部トローに終わるっていうね。
あの怪我もするしねということになりますよねと先生つけなきゃいけないし、ずっと今まで言ってる内容はこれまで努力をしている人たちとかなんか一箇所何かやってる人たちを否定するものじゃなくて、それはいるんだけど考え方としてそれ一方だと本当にリスキーだぜっていうお話なんでね。で、そうそう、今僕がやってるのはリーンスタートアップって方式をやっていて、まあ、ちょっとやって失敗したらすぐやめるっていうのをやってるんです。この3年間そうなんでね、この会社でやってるんで。で、あの、5つそのポイントを書いてましたね。賢人とは人生を楽しむ術を心得た人だって言って、5つポイントがあるんだと、その、リンスタートアップも含めて、物事を成功させるために5つあるんだと。1、好奇心。まあそうそうだね。自分のこの専門分野だけじゃなくて、いろんな分野見とけっていう話。で、2が粘り強さ。結構諦めないんですよね。YouTube も死ぬほどやってますよね。もうやめねえな、この人と思ってでしょ。もう全然見られなくてもやり続けてる。ホースト2000円ぐらいいくんだよ。ちょっと社員の人もうちょっと見てほしいなと思ってんだけど。いいこと言ってんだけどな。で、あの、まあ、でもその粘り強くやってることで偶然の出会いって起こるんですね。あ、これ見てくれた人でね、あの、やっぱり不安になってくれてる人がいて、こういうお仕事一緒にしたいんですけどっていう声がちょっとかかってるケースが。二三あったりするんですね。あと柔軟にやるってね。一回決めてもすぐ変えるっていう。僕多いでしょ。朝決めて夜やめるみたいな。朝礼部会は創業者が、松下幸之助創業者が、そうしないと時代についていけないって言ってるぐらい大事だって言われてる、この会社の魂ですから、まあそうなんだけど、もうその柔軟性っていうのも大事。そうしないとチャンスつかめない。間違ったと思ったらすぐやめるっていう話。楽観性ですよね。まあこうなんか、まあ、いつもポジティブにやってるというか、ね。そう、楽観性は大事だね。楽観。で、リスクテイク。要はもう勇気を持って、なんか、未知のチャレンジをしていくことの方が好き。なぜならば手に入るものが大きいと思っているから。失敗することを考えてないんだよ、最初からね。でも、それもあるんでね。その5つっていう話を僕はしたんだけど、これがね、今朝僕ツイートしたんですけど、ディズニー。ディズニー大好きだって。僕あの、ディズニーランドとディズニーシーは年パスで通ってたぐらい。ちなみにパリディズニーも年パスで、あの、ドイツ赴任地は行ってましたし。あの、なんで僕ディズニー好きかっていうと、幸せな気持ちが蔓延してるから。わかります？一人で行っても好きなんですよね。そこで本読んでも好きなんですよ。わかります？ちっちゃい子がいたり、もうカップルがいたり、おじいちゃんおばあちゃんがいたり、みんなハッピーじゃないですか。ドイツに行った時も、まあ、広場で読書とかしてたんだけどね。その時も、有名な観光地フランクフルト、家がすぐ歩いて行けるところにあったんで、そこに行って、ベンチで本読んでた。ひたすら。で、そこは、観光地たち有名で、いろんな人が来る。で、やっぱこの、日本人いっぱい来るんだよね、フランクフルトまで。あの、ツアーガイドに旗持って。あれ見ながらさ、なんか気持ちいいんだよね。もうそこでさ、すごい時間をさ、満喫しながらさ、歴史的な場所でさ、時間を満喫しながら本読むってさ、幸せじゃない？ひたすら幸せ感じてたんだけど、でもそれも、さっき言ったように、嫌な人とか、そういう悪い気持ちを持ってる人たちが集まってるところに行くと、多分自分の気持ちも悪くなる。いい空間にいなさいっていうのがあって、MBA なんかもモチベーションめちゃめちゃ高い人集まってるから、あそこにいるとモチベーション上がるんだよね。ああいうの感化されるんだよ、本当に。なので、あのそういう場にいた方がいいですよっていう話で、ディズニーランドもすごい好きなんだけど。ウォルト・ディズニーのその名言って言われてる言葉にね、あの、こういう言葉があります。The special secret of making dream come true can be summarized in 4 C's. They are curiosity, confidence, courage, and constancy. で、これ何か？夢を叶える秘訣は4つの C に集約されているよと。これは、curiosity、好奇心。それから confidence、自信。それから courage、勇気。で、constancy、継続って言ってね。これこの本に書いてあることと一緒なんですよね。結局、好奇心と、僕は粘り強さっていうのはこれもう継続だから。で、リスクテイクっていうのがもう勇気、クーリッチですからね。で、ここで言ってる柔軟粘りさ全部ひっくるめて自信なんだよねっていうことで言うと、僕は YouTube でずーっと訴えてきてるのもこれじゃん。だから、やっぱね、そういう人はね、夢をね、達成させることが、あの、すごく可能性が高いということですね。まあ、たくさん試すことで、立てる場所を見つけるっていうことを僕らはやってるわけだけど、本当に大事な戦略ですね。まあ、有名な企業で言うと 3M とか Amazon がそういう戦略を取ってますよね。3M って 15% 自分の時間自由にできるっていうのをやってるでしょ。で3年以内に出てる商品で、その、ね、その企業の収益を何パーセント以上取らなきゃいけないんだみたいな、そういう厳しいルールも適用してるんでね。まあだから、オールドタイプっていう人たちは、もう一生懸命計画をする人たち。で、成功確率なんかめちゃくちゃ低いのにそこに違う人たちで、ニュータイプっていうのは、
計画をしないで行き当たりばったりで、だけど起こることに対して、補正を先行していく人たちっていう風に定義をされていて、じゃあニュータイプは計画しないのかっていうと別で、さっきも言ったように偶然の出会いを計画してやってるんですね。計画めちゃくちゃしてるから、もっと高度な計画をしてるんだけど、計画と実行を二つのフェーズに切ってないんですよ。混ぜてる。計画しながら実行しながら、計画しながら実行しながらって動いてる。それがすごく大事だよっていうことですね。最後、これがさ、一番言いたかったこと。すごく、これ見てくれてる人、社員にも言いたいんだけど、すごく大事なことを言いますよと。多分僕はきっと大会系と思い出るかもしれないですけど、別に大会系でもなんでもなくて、好奇心が旺盛な、継続することで、その夢を粘り強く実現する人ぐらいに思ってくれればいいんだけど、それを大会系でもなんでもなくて、僕、生存戦略上、逃げますからね。多分、逃げないって思ってるかもしれないけど、逃げますからねっていうことを伝えたくて、逃走っていうのは最も有効な手段ですからね。これは間違えるなよっていう話で、一箇所にずっといて頑張るっていうのは人間しか取らないんですね、そんな方法。なんかすごい強敵が目の前に現れたと。これ取る戦略は二つしかないんですよ。逃げるか戦うかしかないんですよ。で、戦った場合はものすごくリスク高いですよね。勝つ可能性ももちろんあるけど、これリスク高いんですよね。絶対に勝てる時とかじゃないとダメだし、昔の果たし合いなんて日本刀抜いたらどっちか死ぬまでやるわけじゃないですか。あれ逃げた方がいいっていうのをね、僕バカボンド読んでて思いましたけどね。逃げなきゃダメだよ、このシーンはっていうね。でもやっぱこだわって死んでいく人多いじゃないですか。だから生命戦略上は、生存戦略上やっちゃいけないんですよね。その戦うっていうのは。本当に。逃げるってすごく大事なことですと。で、動物はだから戦うか逃げるかしない。で、人間は、もう一個選択肢があって、耐えるってね。その辛い環境にひたすら耐えるって。これ、人間しかやらないですから、ね。やめた方がいいですよ、本当に。それ壊れます、心身がね。壊れるので、場所を変えた方がいいし、それはその人に、どんなに素晴らしい会社でも、その人に会ってないっていう場合は、もうやめた方がいいんですよね。だからそれはもう、そうした方がいい。の、僕は思ってます。で、僕もそうします。で、ちっちゃい頃から逃げちゃいけないって教えられるじゃん。結構ね、高井家、あんた男の子なんだからね、とかね。長男なんだからとかね。逃げちゃダメだくらいのこと言うんだけどね。なんでだろうとかみたいな。で、空手やっててさ、黒帯でさ、そこそこ強かったんだけど。まあでもさ、勝てねえな、この人っていう人でやるとさ、とんでもない気がするんだよね、本当に。口、下の歯全部、出血とかね。じゃあやるべきじゃなかったと思うんだけど、逃げなきゃいけない時ってあるんですよね。でもなんで逃げちゃいけないっていうふうに日本では言われるのか。なんで生物が取らない戦略を耐えて逃げないことするのかっていうと、ここにも書いてあって、その通りと思ったんだけど、社会規範、日本という社会規範がそうさせてるんだけど、逃げる人が出てきちゃったらさ、あれ俺が今選択してるのって合ってんのかな、周りみんな逃げてんだよって自分自信持てなくなるじゃん。だから逃げるなよっていうわけだよ。自分が自信を持ちたいからです、単純にね。だから逃げる行為を戒めるわけですよね。あれやっちゃいけないでしょって言って。で、もう一個は、まあ、逃げる人が出てくると他の人も負担増えるからさ。ルーチンワークでやってて、日本っていう世界って村でコミュニティがあって、なんか役割があるんだけど、その人が辛い仕事してる人がいなくなったら、その辛い仕事誰かの来るじゃん。だから、基本的に逃げないっていうのは合理的なんだよ。そういうふうに言うのは。自分を守るために。であって、それは困ってるあなたからしてみたら他人が自分を制御しようとしてる話なんで、本当に困ったら逃げてねっていうことですよね。はい。だから僕も逃げますよっていう話なんでね。で、僕、だから、会社辞めたいっていう子が来たら、止めないですね。もう絶対そっち行った方がいいっていう。言うんだけど、もう今離職率 1% 未満なんで、そういう人もいないっていうね。だから結局、逃げた方がいいよって言ってる方が、まあ逃げなくなっちゃうんだけど、でも、まあそれは、今その辛い環境にいないからなのかもしれないです。まあ耐えてるんだったら辞めた方がいいですよ。本当に。辞めた方がいい。で、まあ、今日は、本読むと、いろんなニュータイプっていうのが分かります。今言ったのと、こんだけ言っても一部なんでね。で、すげえ面白いんで、ニュータイプ本当に読んでもらいたいなというふうに思います。センサーっていう話も前にしたと思うんだけど、最終的に一番大事なのは僕センサーかなと思ってます。だからなんかこう、チャレンジするじゃん。で、物をチャレンジするってことはリスクテイカーなんでね。リスクテイカーはリスク取ってるから、2分の1ぐらいの確率で失敗することあるわけじゃん。失敗したら死んじゃうわけだよ。でもなんで今死なないでここまでいるんだろうか。っていうと、センサーだよね。やばいな、これって。これもう表現できないんだけど、
これはやばいな。半沢直樹さんみたいな感じで。本当やばいな。半沢直樹さん相当センサーが磨かれてると思うけど、やばいなっていうセンサーがやっぱあるよね。で、これはリベラルアーツで鍛えられるんですね。なので、まあアートと最後もう一回言いたいのは直感を鍛えましょうね。それがあなたのセンサーになって、どこで逃げるかっていうのももちろん判断するだろうし、まあ、自分を守ることになりますね。まあね、会社を良くしていくっていうのはそれも含めてあるんで。ぜひです、直感を見てください。はい、では今日はここまでです。皆様、さようなら。ニュータイプの時代、モチベーション経営、経営の基本の人、物、金のうち、人だけはモチベーションの引き上げ方で成果が変わり、未来志向のニュータイプの方が引き上げ能力が高い、モチベーションを上げるためにふんだんに遊びを入れる、セレンディピティを起こす。今の時代、何か商品を出そうとした場合、SNS を活用してグローバルニッチで売ることができる。成功は確率論で、実は成功者の8割が偶然だった。キャリア形成に良い偶然を引き起こすための要因。1、好奇心。2、粘り強さ。3、柔軟性。4、楽観性。5、リスクテイク。オールドタイプは一生懸命計画するが、ニュータイプは偶然の出会いを計画に盛り込み、計画しながら実行することを何回も細かくやっている。闘争は有効な手段。もし辛い環境になったら、ひたすら耐えることをせずにやめた方が良い。